お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回のですね、Google マップ、ポツンと一人旅なんですけども、なんだこりゃっていうね、神社が私の目に飛び込んできました。それがこの、疫神社ってやつです。疫っていうと、なんか病気とかね、伝染病とかね、ああいったのをイメージするんですけども、何かここに大きな由来があるんでしょうか。ちょっとクリックしてみますね。場所は、岡山県笠岡市だったと思います。ちょっとクリックしてみます。はい、そうすると左側に概要が出ますね。写真が5枚、それから住所が岡山県笠岡市新賀というものかな、そんなところでございます。その他のデータは特にありません。 URL もついてませんので、この神社を管理する母体がどこにあるのかも分かんないですね。おそらく地方自治体なのかな。なんか神主さんがいらっしゃったりとかはなさそうですね。口コミ見てみましょう。じゃん、口コミ1件、4年前、境内には小さい庭園がありますが荒れていますっていうことですね。なるほど。で、基本情報は特にないと。で、写真見てみましょうか。5枚。はい、こういう風に本殿みたいなのがあって、裏にもなんか社みたいなのがありますね。で、全体を見るとこれ引きですけども、この道路を挟んで、この灯籠といいますかね、なんかこの常夜灯が2つあって、ここを通って道路を渡って向こうに行くみたいな感じですか、うん、でここに参道があるかなってところですね。3枚目、狛犬ありますね。まあちょっと汚れている感じがして手入れが行き届いてないところを示しています。後ろの方にもこうやって小屋があります。多分ここには道具箱を入れてるんでしょうかね。で、もう一回、これが参道ですけども、高いところになって、鳥居が2つあると。鳥居が2つあって、しめ縄がついてますね。しめ縄もちょっと乱れてるような感じですけども、まあでも雰囲気あって、ちょっといい感じしますね。うん。全く手入れがされてないってわけではないと思います。道路もね、こうやって落ち葉がありませんから、多分、清掃とかされてるんでしょうね。まあこれは地域の方が、町内会とか、あと、自主的にボランティアでね、個人的にされてる方がいるっていう例もありますね。何とも言えませんけども、うん、まあでもこうやってね、神社眺めるだけでいろんなことをね、こうささやきかけてくれるような気がしませんか。はい、それはまあ自分の心の中との対話と言ってもいいかもしれません。次、なんか AI 画像みたいな処理になってますけども、立派な写真撮られた方がいるんですね。疫神社っていう風に出てます。ちょっとうっすらと出てますけどもね。この神社もどっかの大工さんや工務店さんとか町の若い衆がみんなでね、一生懸命建てて、この地域の発展を願ったんでしょうね。疫神社っていうからには、疫病が流行って流行ってしょうがないから、まあ、それをね、なんかこう収めるためにこの神社に願いを込めたのかもしれないですね。はい、もう一枚あるのかな。ああ、これが、ああなんか小さなね、祠があって、ここにもご神体があるんでしょうか。結構この疫神社、まあ多少乱れてるような気はしますけども、まあけどね、お参りには特に支障がないんじゃないかなと思います。実際私もこれ現地に行ってみようかと思いますね。はい、親父ギャグライダーさんが撮った写真っていうことがこれでわかります。これ Gmail を持ってる方だと思いますけど、これクリックしたらデータ出てくると思いますよ、こういうところ。だからね、 Google マップもね、もう情報の宝庫なんですよ。狛犬が2つあって、ここにもなんかありますね、記念碑らしきものが。これは水を入れておくやつなのかな。うん、まあ水どころか葉っぱが入っててもゴミ箱扱いになっちゃってますけども、でもペットボトルのゴミとか吸い殻とかってのは全く落ちてないですよね。まあ人が来ないからかもしれませんけども、まあ暴走族が集会をしてないってことははっきりわかります。はい、ご神体が入ってるのはここかもしれないですね。ここが本殿で、裏の方にこういったものがあるということで、はい、参道を内側から見たところですね。向こうには明るい農村が見えております。ここに狛犬がね、阿吽の呼吸でいるってところですか。写真5枚のはずなのに結構ありますね。はい、これね、賽銭箱がちっちゃくありますね。はい、これが本殿で、賽銭箱もあるって感じですか。うん、あ、いつもの AI 画像みたいな。この鳥居の柱も丸い石柱なのと、四角い角張ったやつととかがあるってご存知です？
その他この鳥居一つにしてもね、まあ、いろんな意味があるんでしょうけども、この形にメッセージが込められてるんですよ。例えば下にダーンとね、ハの字型に広がったものがあれば、まっすぐなやつもあったりとかね、下の台紙がこう、今これ四角ですけども、そもそもそれを地中に埋めてるやつとかね、なんか由来があるんでしょうね、きっとね。はい、まだまだ写真出てきます。あ、なんだろう、5枚しかないはずなのにね、結構出てきますね。うん、親父ライダーさんが随分と投稿してくれてるみたいです。はい、これなんて書いてあるのかもすでに読めませんけども、ここに、この神社の由来や記録があるんですね。それでね、この駅神社なんですけども、さらに詳しく知りたい方のために、実はね AI に聞くっていう方法があるんですよ。ちょっとそちらの方探ってみましょうか。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらが AI ジェミニ、 Google のジェミニ、昔で言うとバードっていうね AI の対話システムに聞いたところになりますけども、岡山県新賀駅神社について概要由来を教えてくださいということで質問を投げてみると、回答はですね、詳細な情報が見当たりませんでしたっていうことになります。まあですんで検索しても出てこないってことなんでしょうね。で、駅神社に関する情報を探る手がかりはヒントとして、ジェミニーがね下すってます。駅神社という名称から以下の点が推測されると、疫病除けの神様を祀る駅の字から、疫病や伝染病を防ぎ人々の健康を守る神様を祀っている神社であると考えられます。これは私の推測と同じですね。で、全国各地に同名の神社がありますかってところですけども、日本全国には駅神社という名前の神社が複数存在しているということ、これらの神社は地域によって祀られている神様や由来が異なる場合があるってことですよね。まあこういうふうに問い合わせたらさらにわかるんじゃないですかってことが書いてます。なるほどね。あと個人的にブログなどで自説と展開している人がいらっしゃいますんで、そういうのを見てもいいかなっていうところですね。いやもうね、こんなことしたらね、あっという間に1日経つんですよね。だからね、地域の歴史って何でしょうねいやでも面白いと思います。じゃあ今回の Google マップポツンと一人旅は駅神社についてお話ししました。皆様も地域の神社についてね、いろいろと想像を膨らましてみると、かなり面白い旅ができるんじゃないかなと思います。それじゃあ。